ザプレミアムモルツはサントリービールが製造し、サントリー種類が販売する爆が100%のピルスナースタイルのプレミアムビールである。公式な略称はプレモル。もともとは東京都府中市の武蔵野ビール工場で山本隆造によって開発された限定品。1989年にモルツスーパープレミアムとして発売を開始、存成限定だった。 2000年11月28日に21世紀記念でモルツスーパープレミアム2001として缶製品を限定発売し翌年の2001年4月17日にモルツスーパープレミアムの缶と中瓶を通年販売か2003年5月20日に名称を現在のザプレミアムモルツに変更して発売を開始したベースとなったモルツと同様に原材料は 枠が100%であり、天然水を使用して醸造されている。また、チェコザーツ産のファインアロマホップを中心に、ヨーロッパ産のアロマホップを100%使用している。2004年10月、ヨーロッパで戦わせるために、権威のあるコンテストに出品せよという常務の指示により、モンドセレクションにエントリー。その結果、2005年に、ザプレミアム、モルツチュービンで、モンドセレクションの ビール部門グループイで国産ビール製品発の最高金賞を受賞。以後、2007年現在3年連続して最高金賞を受賞している。それにより生産終了の可能性があった。ザプレミアムモルツは見事に息を吹き返し、2008年にはエビスビールを抜いてプレミアムビールナンバー1ブランドになり、さらに同年にサントリーが1963年のビール。 事業開始以来初となるビール部門の単年度黒字を達成する要因にもなった。2012年3月11日にダイヤモンド爆画を新たに加えるなど全面リニューアルを行い、2013年9月と2015年1月の2回パッケージデザインのリニューアルを行った。同年12月にはダイヤモンド爆画を増量するリファインが行われた。キャッチコピーは、ああ、幸福な余韻。 最高金賞の香り、コ余韻。製品ラインナップとしては 250ml、330ml、334ml、350ml、500ml が存在する。他にも業務用の樽が生産されている。また、2007年には、モンドセレクション最高金賞を3年連続して受賞したことを記念して、ザプレミアムモルツ、黒を限定発売し、後も、 定期的に発売されている。2013年9月26日には、ザ・プレミアム・モルツと、同黒を最初からブレンドした赤のパッケージの期間限定品、ザ・プレミアム・モルツ、黒のブレンドを発売。2014年も新たな期間限定製品が発売され、同年5月27日には、青のパッケージの期間限定品、ザ・プレミアム・モルツ、香るプレミアムを、 同年11月25日には2014年に収穫したホップを使用した期間限定品ザ・プレミアム・モルツ初摘みホップを順次発売した。2015年3月には前年に期間限定品として発売されていたザ・プレミアム・モルツカオル・プレミアムをリニューアルして数年製品に移行。ついでダイヤモンド爆画の使用に加え、 仕込み窯で爆芽を一気に煮出して濃厚でかんばしい。爆汁を抽出する煮沸工程。デコクション製法を3度繰り返す。トリプルデコクション製法とチェコに伝わる伝統的な製法をもとに、当社の知見や技術を活かして新たに開発した銅製循環型ケトルを用いて、爆汁を炊く、銅炊き仕込みを採用したザプレミアムモルツマスターズドリーム醸造家の夢を発売。 同年8月には、上面発酵工房を使用したオレンジのパッケージの、数量限定のエールビール、ザ・プレミアム・モルツ、フォージュ順エールを発売した。同年11月17日には2014年11月に発売された、ザ・プレミアム・モルツ、初摘みホップをリニューアルし、2015年収穫の、ファインアロマホップを使用した、ザ・プレミアム・モルツ、初摘み、ホップヌーボーに改名し、同時に、 ザプレミアムモルツ、カオルプレミアムにも2015年収穫のファインアロマホップを使用したザプレミアムモルツ、カオルプレミアム発み、ホップヌーボーを発売した。同年12月には通常品2種類に数量限定品の監視デザインサルドシを発売した。2016年3月1日には青のパッケージのエールビールザプレミアムモルツ、カオルプレミアムの後継製品となる。 ザプレミアムモルツ、カオルレールを発売。同年3月15日には、店頭では、コンビニエンスストア限定で発売されていた、ザプレミアムモルツ、マスターズドリームの販売チャンネルが拡大され、スーパーマーケットや、百貨店などでも取り扱われるようになる。同年4月26日には、2015年の中元期に、ギフト限定製品として発売されていた、ザプレミアムモルツ、 サマースペシャルを店頭販売製品としてリニューアルしザプレミアムモルツサマースペシャル2016として数量限定で発売同年7月26日にはコンビニエンスストア限定で実施したキャンペーンの商品として用意されていたザプレミアムモルツマスターズドリームムロカを商品化しコンビニエンスストアにて数量限定で発売同年8月30日には 数量限定品、ザ・プレミアム・モルツ、秋オルエールを発売した、麦芽100%、ホップ、天然水100%、アルコール分約5%、原料素材に徹底的にこだわり、麦芽を普通のビールの1.2倍、アロマホップは2倍利用し、アロマリッチ、ホッピング製法や、ダブルデコクション法、飛沫分離法、長期熟成により作り上げた、プレミアムビール。 レギュラー品缶は 250ml350ml500ml 瓶は小瓶と中瓶を基本とする。ただし、コンビニエンスストア向けには通常のレギュラー缶よりも容量を少なめにした 330ml 入りも設定されていた時期もある。香るエール上面発酵酵母を使用して醸造し、フルーティな香味を特徴とするエールビール。 350ml 500ml とコンビニ限定缶300。また、通年販売の開始に合わせて、両院店向けに、尊性も設定された。マスターズドリーム醸造家の夢レギュラー品と同じ。素材を用いながら、新たに開発した技術や製法を用いて作り上げた、スーパープレミアムクラスのビール。店頭向けには 305ml 入りの小瓶のみの、設定。 病院店向けには10リットル入りの寸生が設定される限定品。ありがとうございます。